早速脱走したライオン取れましたね。いやこれ着ぐるみだな、タコボンドです。さあやっていこう今回も。いやそれにしても人気だな、動物より人気なんじゃないかこの着ぐるみ。中身は人間が入ってるんだけどね。あ、そういうちょっと夢を壊す話はねやめときましょうか。さあ、ま、このエンターテインメントでライオンのマスコット設置してみたんだけど、他にもなんか設置してみよう。あ、混合インクとかいいんじゃない？じゃあここら辺にポンという感じで、早速インコショーを見てみよう。お、お客さん集まるの早いな。設置したばっかなのに。わ、インコだ。わ、肩に乗ってる。逃げないってすごいな。だいぶこれ飼い慣らされてるね。せっかくなんでね、写真撮っとこう。一番いいシーンを撮りたいけど。お、あれはしっかり働いてるね。お、これは怖い怖い。ちょっと顔がニヤついてるんだけど。子供を睨みつけてるよ。いや、しっかり働いてくれてるね。よし。コレクションの一つにしといて。それじゃ早速、新しい動物を買ってみよう。まあ、ここにね、場所作ったんで。さあ、やってきました。ここはカンガルーだね。お、子供カンガルーもいる。やっぱ可愛いな。のんきに体かいてるよ。カンガルーと言ったら、なんかジャンプするイメージだけど、ここはそんなしてないね。ちょっと餌あげてみよう。そこに子供カンガルーがいるね。さあ来ないか？よし、バナナ持っとこう。さあ、これ、お、来るか？気づいてないのかな？あれ？どっか行っちゃったな。来た来た。あのカンガルー来そうだね。四足歩行で歩いてきたよ。お、近づいた。ほら、これバナナだぞ。結構ふさふさしてるな、カンガルー。よし、渡してみよう。うわ、食らいついた。おお、やっぱりそのまま食うのか。すごい、見つめてるよ。じゃあ今度はオレンジでいこう。さあ、大好物オレンジ。いや、大好物かわからないけどね。ま、これも、そのまま食うのか、やっぱ。皮ごとなんて健康的だな、もう。よし。カンガルーの餌やりはこんな感じだね。さあ、他は、なんだ？お、どうした？よしよし。アルバムに保存しとこ。こういうでもジャングルジムみたいなのも建ててみたけど、これで遊ぶのかな？まあ、なかなか近づいてこないんだけどね。お、水浴びしてる。ここは使ってくれるんだね。どっか行っちゃったけど。お、休んでるカンガルー。眠そうにしてるけど寝てない。取っとこう。よし、これは保存しとこうかな。ようやく動物取れた感じするけどね、今回。お、待って、食べてるぞ。これは、一番いいし、取れるはず。お、手で食べる感じなんだね。よし、ここ、お。うわぁ、ちょっと食べてるところじゃなかったけど。まあ、いっか、こっち見そうだったし。よしよし。お、
人働いてる？これで、お、バギーが来た。危ないな。バギーの着方が危なかったな、今。やっていこう。そう、こんな感じでね。よいしょ。じゃあ、ここら辺に、ポン。じゃあ、ここに新しく草原エリア作ったんで、草原エリアに生息するキリンをね、飼い始めよう。キリン、まあ、結構種類がいるんだけど、ナイジェリアキリンでいこうかな、今回は。一通りじゃ終わったんでね、見ていこう。あ、なんだ？え？ちょっとここでイチャついてるよ。なぜ動物園に来た？こいつは全く。よし、まあ、見ていこう。そう。やってきましたね、キリン。子供キリンだね。この3匹とも子供キリンだけど。お、来た来た、親キリン。やっぱ迫力あるなぁ。この身長の高さね。もう木の上の葉っぱとか、美味しそうに食べれる形ですね、これ。さあ、お、2匹目の親キリン。よし、脱走するんじゃないぞ。もう普通に飛び越えていけそうだけどね。じゃあ新しくキリンが来たんで、1枚ぐらいはね、キリンの写真を撮っとこう。あ、ここいいんじゃない？親と子が写ってる写真。よし。ここからほい。お、え、え、おい、ちょっと。うわぁ、なんだこいつ。なんか変なやつが写ったんだけど、写真に。まあ、保存はしとくけどね。あ、キリンの水やりはできないんだね。じゃ、キリンの餌やりとかできるかな？あった、餌コーナー。お！これは、餌やりできるんじゃない？キリン。草で行こう。キリンの餌やりとかちょっと怖いんだけど、でかすぎて。子供キリンが来るのかな？まあ、そこにいるけど、気づいてないね。お、なんかだ？親キリンが来た。親キリンに餌与えるんだね。うわ、でかいなぁ。え、これ食える？ほら、草。うわ、舐めてきた。顔細いな。よし、まあ、これじゃ足りないからね。リンゴも与えてやろう。いや、すごい見つめてるよ。角に耳も生えてるんだね。ほら。どうだ？うわ、喜んでるね、これ。あ、今、舌が長かったな。キリンって舌が長いんだよね。この動物園も結構増えてきたね、動物が。じゃあ、お店とかもね、設置していこう。やっぱお客さんがもう8000人もいるからね。こういったお店屋さんもね、2つじゃ足りないし。ここら辺に並べとこうかな、いろいろ。この角にポン。ここにポン。ここらにポン。ポン。よし、一通り設置したんで、早速見て回ろう。まず見えるのが、ソフトクリーム屋さんかな、これは。アイスクリームスタンドか。まあ、僕自身は買えないんだね、これ。食べていきたいところだけど、まあ何もできないか。さあ、次に見えるのがコーヒー屋さん。わあ、これはね、飲みたいところだね。やっぱりトイレもねしたくなるけど。あ、ここセルフの場所もあるんだね。家族みんなで食べて飲んでる。動物以外にもこういったものがあってね。もう素晴らしい動物園だなぁ。お、双子かな？
お、働いてるか？このおっさん、多いな。最後に見えるのが、ソフトドリンクスタンド。ドリンクスタンドだね。さあ、ここはでも人少ないな。やっぱ一番端っこだからね、ここ。よし、まあこんな感じでね、動物以外にもね、飲んだり食べたりとね、楽しめる感じで。で、やっぱりここまで来るとね、飲んだり食べたりすると、やっぱトイレも行きたくなるからね。トイレに行こう。トイレどこかな？やっぱね、動物園って迷うけど、この動物園はね、迷わずトイレに行きます。端っこにあるからね、一番。このマップの一番端っこにあるからね。しかも、このね、いろんなお店が並んでるけど、ここまっすぐ行けばトイレだったからね。トイレまでの道、簡単だね。長かったけど、ようやく着きました。お客さん誰もいないんだけど。なんだこの。あ、でも来てる来てる。ちょっと余計お客さんがやってきたね。まあ、こんな感じで動物増やしたり、施設とかもね、いろいろ増やして、この動物園をね、どんどん広げていこうと思います。それではコメント、グッド、チャンネル登録よろしく。